ゆとべちゃん TV、 すごいお腹のおっさんです。ですね、今日はですね、前回すき家さんの牛丼を食べたんですけど、最近ね、すごいお腹のおっさん、ちょっと夏バテ気味なんで、これをなんとかしようと思って、今日また牛丼に頭に立ったら、あ、そうだ、すき家さんっていろいろな牛丼の種類があるんだと思って、こういう時期なんでね、そうだ、テイクアウトで、じゃあちょっと今後あれですね、いろんな種類の牛丼を食べていこうかなと思って、そういう感想を言ってきまして、今日はね、牛丼で、ちょっと夏バテ気味なんで少なめの大盛りにしておきました。で、それであと山かけわさびですね、山かけわさびの牛丼に今日はしてみたいと思います。そして温玉と豚汁を買ってきました。では、それでは食べていきたいと思います。さあ、じゃあこの牛丼をどうやってセットするのか、よくわからないんですけどね、これ何ですかね、これね、すき家さん、醤油、なんだこれ、どうやってんだこれ、いきなりかけちゃいいのか、これ、上に、まあいいや、とろろかけちゃう、いいね、とろろ、ネバネバ系いいですね、これはね。で、わさび、だし醤油、あ、これここで混ぜんだったんだ、まあいいや、もうこれかけるときはもう、ああ、いい加減になっちゃったな、まあいいや、いいや、ちょっとで、温玉ですね、これをよいしょ、で、あとは豚汁で、あれ、豚汁のあれはこれが箸か、怒っちゃった。そうかそうか、そういうことね。紅生姜。あ、色飛んじゃった。よいしょ。七味。ちょっと飛んじるの。よし。じゃあ完成しました。それでは、すき家さんの山わさび牛丼、それではいただきます。はい、皆様ご視聴ありがとうございます。はい、すごいお腹のおっさんです。はい、今回ですね、私の近くにすき家さんのドライブスルーができまして、すごいお腹のおっさん、今までノーマルタイプの牛丼しか食べたことなかったんですけども、すき家さんにはいろいろな牛丼がありました。本日食べてたね、わさび山かけ牛丼なんですけども、最近ね、すごいお腹のおっさん夏バテ気味で、ちょっとまずいなと思いまして、ならついでにこのすき家さんのいろいろなる牛丼を少しずつ食べていこうと思います。まあ、いろいろ見たんですけどね、なんかオム牛丼とかニンニクのめ牛丼、キムチ牛丼、ネギ玉牛丼などね、干しポン酢牛丼、高菜牛丼なんていろいろあったんで、これをね、少しずつ食べて、まあすごい中田おっさん的に勝手に感想を言わせていただければと思ってます。で、この牛丼をね、食べてたらね、ノーマルしか食べたことなかったんで、結構ね、このわさびと、そうですね、この山かけ合いますね。ネバネバしてるこのね、ネバネバ系、夏バテ防止にはいいかなーなんとも思っております。皆様もね、夏はね、すごい暑いんでね、食べて元気を出して、夏を乗り越えましょう。まあね、すごいお腹のおっさんが勝手に食べてる映像でつまらないとは思うんですけど、もしね、こういうのが見れて、あ、すごい食べてるなーなんてスカッとしていただければいいと思っております。それでは後半も見てください。よろしくお願いいたします。
はい、ごちそうさまでした。わさび山かけ牛丼を大盛りを食べました。夏バテ気味のおっさんなんで、でもちゃんときちんと食べることができました。このわさび山かけ牛丼初めて食べました。こういうのがすき家さんにいろいろあったんですね。今までノーマル牛丼しか食べたことがなかったんでびっくりしました。で今日はそれにね、食べた感想というか、なんかやり方間違えてしまいまして、本当はなんかここに入れてやるらしいんですけど、でも十分それでも大丈夫でした。やっぱりとろろが入るとね、味が変わるみたいでね、私としてみればこれは美味しかったと思います。まあ人それぞれね感想はあると思うんですけど、本当わさびとそのとろろのあれが絡んで、まあ途中から卵も温玉も入れたんですけど、すごく私には相性が良かったと思います。豚汁も美味しかったですね。で今後はねまた別のすき家さんのいろんな種類の牛丼があるんで食べていきたいと思います。次回はね何丼を食べようかっていうところで、本日はお別れということで、それでは皆様さようなら。